写真拡大。巨人石川慎吾外野手27が1日出場登録を抹消された。代わってこの日の広島戦、東京ドームに先発予定の田口麗斗投手24が登録された。石川は開幕から22試合に出場して打率273、1本塁打、6打点。主に代打として勝負強い打撃を見せ、チームに貢献していた。田口は先発した7月4日中日戦、東京ドームを途中降板。練習中から左大腿、大腿の張りを訴えており、その後はファーム調整を続けていた。またヤクルトは梅野雄吾投手21の出場登録を抹消した。